はい、どうも皆さんこんにちは、ひよのすけです。さて今回はですね、僕がアップデート後からねずっと一筋でやってきたこの商人ですね、こちらに関してのですね、まあコツですかね、こちらをお届けしようかなと思っております。で一本にしようと思ったんですけど、これ非常に内容が大きくなっちゃいます。語ってしまうと非常に長くなってしまうので、ちょっと分かりやすいようにね、何本かに分けさせていただきますね。で今回はその中でね、素材の収集ね、こちらに関してのね、コツをですねお届けしようかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、ではまずはですね、どういった動物がね素材に適しているのかというところをね解説していこうと思います。はい、でまず1個目のポイントね、1個目のポイントはですね、状態です、ね、状態ね、例えば同じシロウジカを、ね、寄付するとしたとして、ね、粗悪のシロウジカと、ね、最良のシロウジカだったら、最良のシロウジカの方がですね、この素材のゲージの上がりが、ね、大きいんですね。はい、なのでなるべくですね、最良の状態で狩ることをお勧めしたいです。はい、だからやっぱ今までねこう狩りをいっぱいやってきてると思うんですけども、まあ、いろんなテクニックを駆使してね、なるべく最良の状態で持って帰ってくる、これが非常に大事になってきます。はい、そして2つ目のポイントです、ね、2つ目のポイントはですね、動物の種類によって、ね、上がる幅が違うということです、ね、例えば、ね、ウサギとシカだったらどっちが、ね、高いかって言ったらシカの方が高いわけですね。はい、というようにですね、各動物ごとにですねどれぐらい、ね、素材としてのレベルが上がっていくかと、ね、ゲージが上がっていくかっていうのが決められてるみたいなので、まあ、その中でねこういろいろ僕試してみたんですよ、ね、シカだったらどうだろう、ウサギだったらどうだろうとかっていう風に、ね、いろんな動物買ってきてみて一回寄付してみたんですね。はい、でその中でね一番高かった動物、ね、素材としてのそのゲージの上がり方が一番高かった動物ですね、こちらになります。はい、ドン、クーガでございますね。やっぱこいつでしたね。おそらくなんですけども、その肉屋さんで売る値段に比例してるのかなっていうところはありました。だからシロウジカのオスなんかもですねそこそこ高かったです。でもやっぱりクーガにはかなわなかったっていう感じですかね。はい、なのでできればですね状態としてはクーガの最良を買っていくと一番ゲージの上がりが大きいですね、そこはですね比べていただけたら一目瞭然なのでね、皆さんやっていただけたらなと思います。はい、ということはですよ、ね、皆さん、スポットをね、選定するにあたって、ね、素材をね、こう、集めるスポットを選定するにあたって大事なことっていうのは、まず一つ目はですね、このクーガーをね、安定して狩れる場所。ね、これがまず大事。ね。で、しかも、その安定して狩れる場所がですね、キャンプの近くにあったら、これ最高じゃないですか。ね、実はですね過去にね紹介したスポットの中で一箇所だけあるんです、このスポット。ね、それこちらです。はい、ドン。タンブルビードからですねこう右に行った、ね、この線路のちょっと向こうに行ったところですね、こちらのスポットになります。はい、でもう見ていただいたらもう一目瞭然なんですけども、まずクーガーね、こちらに出ます。こちら、はい、ドン。はい、ここにクーガーが出ます。はい、でもうこれで皆さん分かると思うんですけども、このキャンプとの距離見てください。非常に近いでしょう。大体ですね、キャンプからクーガのね、狩り場まで大体10秒から15秒ぐらいでついちゃいます。馬走らせて。はい、非常に近いです。はい、でそしてですね、この場所、なんとクーガがですね、固定で湧きます。はい、なので、トリッパグレがまずないですね。ただしですね、例えば雨が降ったりとか、ね、あと霧がかかったりすると出ないので、その時はですね、まあ、売りに行ったりとか別の時間に使っていただければと思うんですけども、それ以外の条件だったらもう確実にクーガ湧きます。ね、それぐらいクーガがたくさん出ますので、ね、まず安定してクーガが枯れるというのもね、でかいポイントです。なので、もう本当にここはですね、素材集めにはもう最高です。ね。なので、ここにまずテントを張ってほしいんですね。はい。で、まあ、テントって結構、皆さんね、いろんなとこに出るじゃないですか。思った場所に設置できないっていう悩みがあると思うんですけども、ここのスポットのすごいところはですね、必ずここに出るっていう方法があるんですね。でそれが、まずテントを張る場所なんですけども、皆さんタンブルウィードにですねまずファストトラベルしてください、ね、そうするとですね街の入り口に出るんですけども、このファストトラベルポイントがあるところ、タンブルウィードのですね、この場所でですね、皆さんキャンプのショーを作ってみてください、ね、そうするとですね
そうするとですね、すいません。そうするとですね、この場所にできるんです。はい、この場所に確実にできます。ね、で例えば、他の人がね、作ってたりとかしちゃうと、ずれちゃうので、ね、そういう場合はですね、ずれてしまった場合は、セッション変えていただいて、作っていただければ必ずできますので、必ずね、この場所に作ってですね、始めていただくようにしてください。ではですね、実際にね、ちょっと空が借りに行ってみようと思います。ご覧ください。どうぞ。はい、では早速ですね、キャンプから出発したいと思いますね。ほんとすぐそこなんでね、見ててください。で、もう過去にもですね、このパターンはちょっと紹介してはあるんですけどもね、まあ、今回その素材集めという観点からね、もう一回見ていただきたいなと思います。はい、と言ってる間にもうついちゃいましたね、こんな感じで。で、あとはですね、ちょっと銃を構えるとすぐクーガに、ね、焦点合いますので、向かってきたところをこういう風に撃つだけですね。ちょっと今回ミスっちゃってね、2回撃っちゃったんですけども、本来であればもう頭に合わせて1回でね、できます。はい。で、エイムした時にですね、デッドアイを使っていただくとね、すぐにレティクルが合いますのでね、簡単に仕留められると思います。ちょっと今回は本当ミスっちゃったんですいません。はい。で、あとはこれを乗せてですね、持って帰るだけです。で、帰り際にたまに羊がいたりするので、そちらの方も買ってね、生で引っ張ってきたりするとね、もっと効率いいかなと思います。はい。で、今ちょっと簡単に買ったんですけども、この詳しい借り方、ね、このスポットの情報と、あとはですね、2回目以降、ね、クーガーを沸かせる方法なんとかもありますので、こちらに関してはですね、ちょっと過去に公開した動画の方ですね、URL の方をですね、概要欄に貼っておきますので、こちらをご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。と言ってる間に帰ってきました。ね。で、あとはこれをね、寄付するだけですね。本当に簡単でしょ？ね。クーガだけ借りるようになっちゃえば、本当にもうガンガンね、こういう風にですね、寄付してポイントを稼げていけちゃいますので、うん。で、今ちょっと粗悪だったんでね、少しまあ上げ幅少なかったんですけども、これ裁量になると本当に上がっていきますので、皆さんね、一旦ここで裁量買っていただきましてですね、稼ぐようにしてください。よろしくお願いいたします。はい。ということで、今回はですね、まあ、この、ね、素材集めに適したスポットの方をですね、ご紹介させていただきました。はい。で、今後もですね、こういった情報をね、どんどんお届けしていこうと思いますので、皆さんよろしければ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、今回はこちらで失礼しようと思います。最後までありがとうございました。See you!